年司法書士試験筆記試験に合格しました高橋なつみです。私がレッグを選んだ理由は通信制の講義が充実していたからです。コースを受講して良かった点は本試験までのカリキュラムがしっかりと組まれているので与えられた課題一つ一つをこなすことで合格までたどり着けた点です。令和4年度初合格者近藤です。私がレッグを選んだ理由は通学で講義を受けられるからです。私がコースを受講して良かった点は講義が非常に分かりやすくテキストが充実していることや答例や模試が多いためアウトプットがたくさんできることです。令和4年度司法書士試験に合格しました K です。レッグを選んだ理由は宅建試験の際に、レッグさんの市販の教材で合格することができたのでそのまま司法書士試験の方も、レクさんの方で、受講しました。コースを受講して良かった点は、佐々木先生の、丁寧な、サポートです。令和4年度一発合格者の曽我です。私が海野先生のクラスを選んだ理由は受講する前に書店で司法書士の勉強の初めとして買った書籍がたまたま海野先生の書いた書籍だったからです。レクさんのホームページで海野先生を見てこの本を書いた人だなと思ってすぐ海野先生に決めました。海野先生のクラスで受講してよかったことは先生はとにかく何でもはっきりと言ってくれるので初学者の私にとってはすごく助かったしすごく分かりやすかったことです。私は海野クラスを選んだ良かった点としてはやっぱり先生の、メリハリがつける講義でした。司法書士合格者の大谷です。私がレッグを選んだ理由は予備校選びの際に検索をかけてもどこのサイトでも上の方に表示されるので大手なんだなと思って選びました。で、レッグで良かった点は佐々木先生のクラスで受講することができた点です。佐々木先生は、アドバイスをとてもしっかりしてくださって悩みを相談した際にもすごく親身になって相談に乗ってくださるので最後まで諦めずに勉強を続けることができました。ありがとうございました。どうしても一発合格がしたかったので圧倒的な合格実績のあるレッグを選びました。法律について全く知らない人でも理解できるまで教えてくれた点です。その点で一発合格できました。ありがとうございました。令和4年度一発合格者の御里優希です。レッグを選んだ理由は通学講座があり他の条件的にも自分に一番合っていたからです。コースを受講して良かった点は赤松先生がとても親切に質問にも答えてくださり本試験前も不安になった時は丁寧な勉強方針の指導をしてくださいました。本当にレクで勉強して良かったです。令和4年度一発合格の田中俊之です。私がレクを選んだ理由はまず初めに宅建士の実務者講習の方でレックさんを知りました。それで司法書士を受けると決めた時に一番にレックさんの名前が思い浮かびまして一応レックさんだけ言うのも何だったので他の予備校さんのパンフレットも取得しましてそこを比較した上で高松本校の方で講座の説明を聞いた時にしっかりと勉強してくださいと強く念を押されましたのでこういうことをおっしゃってくれるところなら信頼しても大丈夫かなと思いましてレックさんの講座を受講することに決めました。私がスタンダードクラスを選んでよかったと思うことは二回しで講座ができることと初めは週1回から始まってでだんだんと講座の数が増えていくというスケジュールだったので自分の中で学習ペースが作りやすかったということが良かったです。でそれとあと配信が一応基本日曜日と平日1回だったので一応働きながらでも問題なく受講することができました。で最後に直前3ヶ月の勉強スケジュールの方もしっかりとアドバイスをしてくださったので最後まで不安を感じることなく学習をすることができました。令和4年度一発合格者の A です。私がレックを選んだのは
森山先生のお試し講座を受けて、すごく森山先生の講義が楽しかったからです。受講してよかった点は、先生に定期的に相談をする機会があって、その都度その都度自分に合った勉強の仕方を教えてもらえたことです。令和4年度一発合格者の YT です。私が森山先生のクラスを選んだのは、講義を最初に聞きまして、具体例が多く、また寸劇もですね、面白く楽しく勉強が続けられると思ったからです。実際にコースを受講して良かったと思う点は、ブレイクスルーの講義中も初学者が疑問に思うようなところを分かりやすく説明をしていただき、その後復習する時間に大変分かりやすく復習がしやすかったという記憶があります。森山先生、ありがとうございました。令和4年度司法書士試験一発合格者の大石です。レックを選んだ理由は、実績とパンフレットを取った時に一番最初に一発合格者さんの写真がたくさん並んでいて、合格体験記を読んで、これなら私もできるんではないのかなと思ったところでレックを選びました。講座を選んでよかったことは、法律初学者ではあるとともに今まで勉強もしたこともなかったので、勉強のやり方自体がよく分かっていなかったのですが、その点も講座の最初の方でテキストの読み方から復習のやり方までしっかりと教えていただき、出るところ出ないところも教えていただき、すごく効率的に学習できたことが良かったです。新全日制本科講座令和4年度一発合格の田中と申します。私がレックを選んだ理由は2つです。1つ目に根本先生の記憶に残る講義、2つ目にレックの講師の層の厚さです。まずですね、1つ目の根本先生の記憶に残る講義については、講義の構成として、論点をストーリーで説明し、条文で根拠付け、図表でまとめると、この同じ論点をですね、3つの角度でご説明いただくので強く記憶に残りました。また根本先生オリジナルのですね、寸劇が入ることがありまして、大変イメージが湧いて楽しく学ぶことができました。で、2つ目のですね、レックの講師の層の厚さについてはですね、大手3社の予備校を比較検討したんですけれども、レックには根本先生はじめ、海野先生、森山先生、赤松先生がいらっしゃいました。どの方の講義もですね、拝見させていただいたんですが、みんな分かりやすく面白い講義をされていたので、安心してレックを選ぶことができました。次にですね、コースを受講してよかった点は2つです。学習習慣ができるカリキュラムと当連模試の充実度になります。まず1つ目のですね、学習習慣ができるカリキュラムについては、新全日制本科講座では週3回の10時から17時の講義とともに1週間の学習スケジュールの提示があります。法律初学者で高校以来20年ぶりの受験勉強を始める身だったため、何をどこで勉強すればいいのかの具体的な提示というのは、学習習慣づけにとても役立ちました。で、次に、当連模試の充実度についてはですね、全24回の当連模試を通して択一980問、記述48問分を半年かけて解くことになります。自宅での過去問演習と合わせて未出ですとか改正論点を含め広く問題を網羅できるので、万全の対策で本試験に臨むことができました。レックの講師スタッフの皆様、本当にありがとうございました。令和4年度一発合格の H です。レックを選んだ理由は、通学ができる初学者向けの講座を探していた時に、根本先生の動画を見て、あ、楽しそうな先生で習ってみたいなと思ったからです。レックを選んで良かったところは、とにかく根本先生の講義が熱くて楽しい講義でした。で、分かりやすいのと、イメージしやすいのと、あとは頭に残るというか、講義が終わった後に過去問を解いていたり、模試を解いている時に、あ、先生講義でこの話してたなとかっていう風にすぐに思い出せるところと、勉強を始めてから本試験までのカリキュラムが必要なことが全て揃っていて、
何か先生に質問があったときに丁寧に答えていただいていた点だと思います。以上です。令和4年度一発合格者の愛です。私がレックを選んだ理由はやはり大手で信用と実績があること、あとはブレイクスルーテキストが理想のテキストで当連模試と内容も充実していたため、最後までこなせば間違いなく合格できると確信していました。コースを受講して良かった点はとにかく森山先生の講義が素晴らしいという一言につきます。家事をしながら繰り返し聞いていましたが、面白いラジオ番組のようで飽きることがありませんでした。画面を頼りすぎることなく分かりやすく説明してくださるので耳から記憶していった感じです。なかなか机に向かう時間が確保できない方にもおすすめしたいです。令和4年一発合格者の鶴崎です。私がレックを選んだ理由は一発合格者を多く排斥しているからです。コースを受講して良かった点は佐々木先生のフォローが手厚く、受験の最後まで支えていただいたことです。